行います石川博多君、はいえー、公明党の石川博多でございます本日は質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます早速質問に入らせていただきたいというふうに思いますまずはウクライナ情勢でございますロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから2週間が過ぎました国際社会からの度重なる警告を無視して行われている力による現状変更の試み断じて容認できない暴挙でございます 国際法への明白な違反行為であり、改めてロシア軍の軍事侵略を強く非難したいというふうに思います。プーチン大統領、そしてロシア軍は、破壊と殺戮行為を直ちに停止し、即時停戦に応じるとともに、ウクライナから完全撤退するよう強く求めるものでございます。現地ではすでに200万人を超える避難民が隣国に逃れている状況にあり、今後、400万人まで増大するとの指摘もございます。 これらウクライナ難民を手厚く庇護する必要があると考えます公明党は先週今週と現地で難民支援にあたっていただいております UNHCR そして赤十字に対しまして支援金を届けさせていただきました岸田総理そして日本政府が人道支援に早速1億ドルの資金拠出を表明していただいたことを高く評価をしたいというふうに思います 今現在、日々刻々と変化する情勢の中でございますけれども、現在の最新状況を踏まえた総理からウクライナ情勢収束に向けた決意を伺いたいというふうに思います岸田内閣総理大臣。ロシア軍はウクライナ各地で激しい攻撃を続け、首都キエフの制圧を目指し、攻勢を強めており、 ウクライナ側は各地で懸命の防戦を続けていますそうした中、7日、第3回目となる停戦交渉が行われましたが、前進はなかったと承知をしています。国際秩序の根幹を守り抜くため、毅然と行動し、こうした暴挙には高い代償が伴うことを示していかなければなりません。我がが国としてはロシアが侵略をやめ 国際社会の声に耳を傾けるよう、引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携して、適切に対応してまいります。そして、我が国は、このウクライナの国民とともにある、こうした連帯の思いをしっかりと示すために、防弾チョッキ、ヘルメットなど、装備品の輸送を開始いたしました。 また、ウクライナおよび周辺国において困難に直面するウクライナの方々を支えるため、1億ドルの緊急人道支援を行うわけですが、この支援については、UNHCR 等の国際機関に加え、我が国の NGO も支援に加えることといたしました。さらに、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受け入れも進めてまいります。 そして今月に入ってからも、ウクライナ、フランス、ドイツ、ポーランド、ラオス、インドネシア、さらには G7 プラス、そして日米合意こうした国々、あるいは枠組みで電話会談を行ってきましたが、引き続き積極的に首脳外交も展開して、事態の収束に向け、国際社会と連携して取り組んでいきたいと考えております。 石川われわれもしっかり政府の取り組みを後押しをしさせていただきたいというふうに思います。燃料の高騰がわが国の経済を直撃しております。昨日は原油価格がばれる120ドルを超えて、乱高下はありますけれども、今後、情勢によってはさらに上昇する可能性がございます。食料品など、コストアップなども相まって、わが国の経済、中小企業、国民生活に大きな影響を及ぼしております。 政府は激変緩和措置として、支給上限をリッター当たり25円まで引き上げていただきましたけれども、昨日、これを受けて発表された本日以降の支給額は17.7円と、一気にこの支給上限25円に近づいております。 まあ足元の原油価格が今後、卸価格、また小売価格に反映されるタイムラグはありますけれども、来週、あるいは再来週にも、基準価格172円、ガソリン価格の25円に加えた197円を超える可能性は極めて高いのではないかというふうに思います。そこで萩生田経産大臣、支給上限額、この25円上げていただいたのは評価いたしますけれども、このさらなる引き上げ、検討しなければならないと思いますが、いかがでしょうか萩生田経産大臣。 えー、ロシアによるウクライナ侵略によるエネルギー市場の高騰から国民生活や日本経済を守るために、激減緩和事業については、当面の間の緊急避難的措置として、急激な価格上昇を抑制するよう、元売り事業者に対する支給額の上限を5円から25円に大幅に引き上げることとしました。ガソリン、軽、え、油、ー、灯油、重油の4つの輸出であることや、元売りからの補助のため、全国の消費者のみならず、 幅広いい産業に直接恩恵があると考えていま,すまた、原油価格のさらなる急騰にも備えるため、今回の拡充に加えて、業種別の対策など、さまざまな対策を重層的に講ずることで、国民生活や企業活動への影響を最小限に抑えてまいりたいと思います。まずは今回の拡充策をしっかりと実施し、効果を見てまいりたいと思います。その上で、今後、原油価格の高騰がどの程度長期化するかも見極めながら、 あらゆる選択肢を排除することなく、何が真に効果的な対策か、政府全体で普段の検討を行ってまいりたいと思います。す石川弘高君、ぜひあの過当なくあの期待なく取り組みをお願いしたいというふうに思います。ま今後もウクライナ情勢先行きは非常に不透明でございます。政府には状況に応じて機敏に対応していただくことを強く求めたいというふうに思います。 なおいわゆるトリガー条項につきましては昨日我が党の石井幹事長が述べておりますとおり公明党としては前向きに議論していきたいというふうに考えていることも申し上げさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは次のテーマとして感染症対策の平時の備えについて取り上げさせていただきたいというふうに思いますパネルをお願いします 新型コロナ対策、この2年間の教訓を踏まえ、今後、我が国の感染症対策全般を抜本的に見直して、感染症に強い国づくりを構築していかなければなりません。まあ、まだコロナとの戦いの真っ最中でございますので、今後の議論になろうかと思いますが、今日はこれらの教訓から得られる、今後検討しなければならない課題をいくつか指摘をさせていただきたいというふうに思います。 世界には警戒すべき感染症は数多く存在しておりますけれども、先日、我が党の熊野盛志議員がこの場で指摘をしたとおり、中でも薬剤耐性、AMR を持つつまり抗菌薬とか抗生物質が効かなくなってしまった菌は予想以上に早く、また密かに感染が今、拡大をしております。 パネルをご覧いただきたいというふうに思いますが、2016年にイギリスの経済学者、ジム・オニールが行った研究調査によれば、何も対策を取らなければ、2050年には年間5000万人の死者が出る、がんの死亡者を上回るという衝撃的なレポートを発表しております。 医学,医学雑誌のランセットでは、2019年に亡くなられたこの AMR での死者数は127万人に達したと報告されております。 我が国は2016年に AMR アクションプランを策定いただいて、実行してまいりましたけれども、これは目標期限が2020年でございました、すでに切れております。イギリスやアメリカ等国際社会では、新たなプランを策定している国もありますので、我が国も早期にこのプランを更新をして、次期目標を設定すべきだというふうに考えますけれども、山際担当大臣、いかがでしょうか山際国務大臣。 あの委員ご指摘のように、えー、2015年に WHO の総会において、この薬剤体制に関する国際行動計画、これ、作成されたことを受けまして、2016年にそのアクションプランを作って、今までやってまいりました、その中身、ほんの少しだけご紹介申し上げますと、人、動物、環境等における薬剤体制の動向調査、また各分野における感染予防、薬剤の適正使用の推進など、 人と動物等の保健衛生の一体的な通信、いわゆるワンヘルスアプローチの観点から、関係省庁の緊密な連携の下、政府一体となって、薬剤耐性対策に取り組んでまいりました。 これも今、ご指摘がありましたように、イギリスやアメリカにおきましては、もうすでに、薬剤耐性対策アクションプランを,を,を策定したというふうに承知しておりますので、我々もこれにを基づきまして、薬剤耐性対策、これ、各国が一丸となって取り組む課題でありますので、アクションプランの改定について、必要な検討をしっかりと行ってまいりたいと思っております。 今、コロナ禍ですので、なかなか作業できないという事情はあの分かりますけれども、喫緊の課題だという認識を共有させていただければというふうに思います。この薬剤体制 AMR の感染が年々深刻化する中で、新規薬剤の開発は進んでおりません、特に AMR 薬は、新たな薬剤体制を生まないためにも、適正使用が必要であるということもありまして、えー、なおさら薬剤開発への収益・予見性がメーカーからすると立たない、投資のインセンティブが少ないというのが実態でございます。 実際、我が国では感染症分野から撤退する製薬メーカーが相次いでいる状況でもございます。どのような資金調達メカニズムを構築していくのかということが、国際社会全体で議論しなければならない喫緊の課題でございます。そこで注目されるのが、今、イギリス、アメリカ等で議論検討がなされております、プル型インセンティブ。つまり、 販売数量とは切り離して資金調達メカニズムを構築していくと例えばあの上司された段階で報酬を受け取る製造販売承認取得報酬制度あるいは事前買取保証制度まあ、こうしたことも我が国でも議論をしていかなければいけないと思います両年 G7 の議長国を務める我が国がこの議論をリードすべきと考えますけれども総理のご所見をいただきたいと思います岸田内閣総理大臣 薬剤耐性菌にもこの効果がある、この感染症治療薬の開発、これは極めて重要であり、製薬企業に開発を促すためにも、ご指摘のプル型インセンティブを含む市場インセンティブの検討、これは重要であると認識をしております。他方、その具体的な手法については、製造・販売承認取得報酬制度や、事前買い取り保証制度など、 国際的にさまざまな方法が検討されているものの、実施しているのは英国やスウェーデンといった一部の国に限られています。まあ、その導入にあたっては、各国の医療制度も踏まえ、メリット、デメリット等を含めて包括的に検討する必要があります。我が国が議長を務める来年の G7 のテーマについては、 今年の G7 の議論等を踏まえて、検討していくことになりますが、我が国として薬剤耐性菌対策や、感染症治療薬の開発に関する国際的な議論、これについては引き続き積極的に参画をしていく、こういった姿勢は大事にしていきたいと考えております石川博孝君。 え、また、治療薬のサプライチェーンについての検討も非常に重要でございます。あの、国内販売されている抗菌薬抗生物質のうち、ペニシリン系セフン系については原材料。 互角、えー、即座と言われますが、こうしたものが国内でほぼ生産されておりません、海外、中でも中国に依存している状況でございます。2019年にはセファリゾンという肺炎などに使用される抗菌薬が、中国などの事情によって生産がストップする、長期間ストップする事態が発生をいたしました。重要な抗菌薬のこうした原材料について、国内での生産体制構築を継続的に支援すべきと考えますけれども、厚労大臣、いかがでございましょうか。 後藤厚生労働大臣、えー、抗菌薬の原材料につきましては、ま採、あ、算性等の理由によりまして、えー、海外からの流入に依存している状況にあります。えー、2019年には、えー、海外の生産増上のトラブルによりまして、今ご指摘のあったああ。 セファーゾリンでございますけれども、日本国内によって、長期にわたり供給が滞り、医療の提供に深刻な影響を及ぼす事態となりました。こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、令和2年度補正予算において、海外依存度の高い抗菌薬の原薬や、原材料の国産化に向け、国内製造所の新設や、 設備更新の支援をするための事業を実施するとともに、令和3年度補正予算においても、こうした取り組みを継続すべく、必要な予算を確保しております。今後、まずはこの予算を着実に出向した上で、引き続き国内における委員ご指摘のサプライチェーンの強靭化を図り、医薬品の安定供給の確保に向け、取り組んでまいりたいと思います。委員長 石川博多君しっかり今のコロナ禍を乗り越えて感染症に強い国づくり今後ともさまざまな観点から議論してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします<え>続きまして子どもたちの視力について少し取り上げさせていただきますパネルお願いいたしますコロナ禍で子どもたちはオンライン学習の機会が大変増えております一方で タブレットなどを長時間見続けることで子どもたちへの、子どもたちの視力への影響が大変懸念されており、私も地元でご両親からそうしたお声を多く伺っております。パネルをご覧いただきたいと思いますが、毎年、各学校で行われている学校保健統計調査の結果を踏まえれば、近年、裸眼の視力1.0未満の子どもが過去最多を更新し続けております。 コロナに入った令和2年度では、小学生で37.5%、中学生で58.3%と、前年を大幅に上回りました。まあ、人生100年時代において、視力は生涯の財産でございます。今後もデジタル人材の育成、また ICT 教育は一層進んでくることというふうに思いますが、子どもたちの視力を守るためにも、政府には全力を尽くしていただきたいというふうに思います。総総理理間に合ってていいいいいたただいてありがとうごござまますす答弁よろししくお願岸田内閣総理大臣 はいここ数十年、小中学生の視力は低下傾向が続いており、子どもの目の健康に配慮することは重要な課題だと認識をしております。これまで、毎学年の,この学校健康診断において視力検査を行い、視力に問題がある場合は、医療機関での精密検査の指示等を行っています。 文部科学省では教育における ICT の活用が進む中、目の健康等の配慮事項の周知や、啓発資料の作成のほか、ICT を活用する際の健康上の留意事項をまとめたガイドブック、これを今年度中に改訂することとしております。子どもの日常生活を通じて、目の健康が確保されるよう、ガイドブックに盛り込み、 今後とも児童・生徒の目の健康に配慮した取り組みをしっかり進めてまいります。委員長石川博孝君 ありがとうございます今、総理からも触れていただきましたけれども、文部科学省では、ギガスクール構想を進めるにあたって、児童・生徒の目の健康への配慮事項を取りまとめております。その中には、例えば、タブレットとの距離を30センチ以上保つこととか、あるいは連続作業は30分に一度は20秒ほど目を休めるとか、就寝1時間前には利用を控えるなど、まあ、具体的なことを記していただいているんですが、 しかしあの近年、海外ではこれらに加えまして、子どもの屋外活動、つまり外で元気に遊ぶこと、この屋外活動が近視の発生を抑制すると注目されております。実際にシンガポールあるいはは台湾では 小学校で屋外活動時間を確保する対策を非常に力強く導入したことで、禁止の児童を減少させることにつながったというふうに報告されております。こうした、まあ、ある意味、禁止人口の割合が高いと言われる東アジア地域の成功事例を参考に、我が国でも禁止予防策として、屋外活動、重視していくべきだと思いますけれども、ワニブチ大臣政務官、いかがでございましワニブチヨウ子文部科学大臣政務官。 お答えいたしま医師会委員からもご紹介いただきましたが、諸外国におきまして、子どもの近視の進行を抑制するため、屋外活動の時間を増やす取り組みがあることは承知をしております。文部科学省では、今年度、視力低下の詳細を明らかにするため、全国10地域で約9000人の小中学生を対象に、近視実態調査を実施しております。具体的には、目の屈折の状況や、目の角膜から網膜までの長さ、 ををを測定すすするるとともににに学校及び児童生生徒を対象に生活習慣等に関するアンケートを実施しておりますこのアンケートでは、屋外活動の時間を尋ねるなど、禁止と屋外活動の関係について調査を行うこととしております。文部科学省としましては、禁止実態調査の結果を踏まえ、また本日のご指摘を踏まえまして、禁止の抑制と屋外活動の在り方などにつきまして検討し、 必要な周知をしっかりと行ってまいります石川博多君ありがとうございますよろしくお願いしますところで、えー、子どもの視力というものは6歳就学時までに主に発達成長すると言われております特に生後3ヶ月から3歳頃までが視覚刺激への感受性が非常に強く視覚中枢が発達すると言われておりますしたがっていわゆる弱視 につきましては、3歳児頃までに発見し、早期治療につなげていくことが極めて重要でございます。そのためにも、3歳児検診での視力検査、特に屈折以上を把握することが重要でありまして、厚労省は令和4年度予算で初めて、この3歳児検診で弱視を把握する屈折検査機器の導入補助を盛り込んでいただきました。今後これを使って全国の地方自治体で 三歳児検診での導入を促していただきたいと思いますし、また把握された弱視の子どもたちお子さんを適切な治療へ結びつけるために取り組んでいただきたいと思いますが、後藤大臣いかがでしょうか。後藤厚生労働大臣、え弱視はあの早期に発見し治療等につなげることで視力の向上ができる期待できるとされております。そのためご指摘のあった令和4年度予算案では。 市町村において、屈折検査機器を含め、各種検診に必要な備品の整備等に活用できる補助事業の創設を盛り込んでおります。これにより、市町村の取り組みをしっかり促したいというふうに思っております。また、適切な治療等への結びつきを含め、一連の資格検査体制の整備には、地域の医療関係団体との連携が重要となるため、 本年2月に医師会等の関係団体に対して御協力もお願いしたところでございます引き続き市町村において3歳児検診における視覚検査が適切に実施されるよう支援してまいりたいと思います委員長石川博多君どうぞよろしくお願いいたします 先日、最近ご出産された方からあの、出産前後に必要な手続きが大変多いということをあの教えていただきました、まあ。ざっと私の方で確認しただけでも、出生届、児童手当認定、乳幼児医療費助成制度、健康保険への加入、出産育児一時金、出産手当的二十九時停滞十時の場合の届け出、保育園を利用する場合の申し込みなどなど、さまざまな所定手続きがございます。まあ、出産前後はご家族含めて特に母体体の肉体的的精神的負担も多い中で にがありまして、こうした負担をどう軽減していくのか、課題だなというふうに思いました。 政府は、死亡や相続につきましては、ワンストップサービスを推進していただいておりまして、私ども公明党も全国の地方議員が取り組んで、お悔やみコーナーなどを設置する自治体も増えているところでございます。ぜひ同様にです、ね、この出産手続きにつきましても、子ども家庭庁の創設も予定されておりますので、それぞれ各府省の制度、ワンストップで申請できたり、あるいはプッシュ型で手続きが進むよう取り組むべきだと思いますけれども、総理、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣 えー、子どもを出産した際の親御さんの,この負担の軽減や利便性の向上が図られるよう、手続きのワンストップ化やデジタル化、プッシュ型の支援を進めることは極めて重要な取り組みであると、まあ、認識をいたしております。えー、出産時の手続きを含む、えー、子育てに関する各種手続きの負担軽減については、まあ、これまで、 マイナポータルを活用した自治体における子育てに関する手続きのオンライン化の推進に取り組んできていることに加えて、マイナンバーカードのこの機能のスマートフォン搭載の実現を目指すこと等に取り組んでいるところです。子ども家庭庁の発足を待つことなく、子どもの視点、子育て当事者の視点に立って、 子ども政策の充実に取り組み、出産時の各種手続きのワンストップ等についても、デジタル庁等とも連携して取り組んでまいりたいと考えます委員長石川博貴君力強いご答弁、ありがとうございます。 もう一つあの伺っている声として耳の不自由な聴覚障害者の方から以前からいただいていることがございますそれは、えー、NHK の国会審議中継に字幕がついていないという課題でございます私からもあの提起させていただいて、えー、実は2018年の秋からは本会議の審議中継につきましては また、コロナ対応などの議運委員会の質疑などについてあ、など、テーマが絞られたものについては、徐々に字幕をつけていただいておりますが、えー、残念ながら今日もそうなんですけれども、この予算委員会の審議中継、いまだ字幕がついておりません。 NHK はまあ質疑のやり取りを正確にリアルタイムで文字起こしできないというまあ技術的理由を挙げてらっしゃいますけれども、必ずしも100%正確である必要は私はないと思います。そういう意味で、国会の審議という民主主義の根幹であるやり取りをすべての国民の皆様に可能な限り届けるのは公共放送の責務ではないかというふうに思います。今日は NHK の正垣副会長にお越しししいいいたただだててまますけれれどもぜひともとこれを推進していただけませんでしょうか 日本放送協会副会副長佐垣悟参考人お答えします,えします生放送のに字幕をつけることに当たりましては、あの文字の間違いですとか、あの字幕表示の遅れを完全に避けることは難しいんですけれども、国会中継のうち、今、あの委員ご指摘のように、所信表名演説ですとか、施政方針演説など、事前の取材によって、 正確さを高いレベルで確保できるだけの準備が可能と判断した場合に、現在では字幕を付与しております。予算委員会につきましては、国政に関するさまざまなテーマで専門用語が頻繁に使われて、正確さや政治的公平性の保障が難しいなど、課題も多いことから、現時点では字幕を付与することはできておりません。ただし、予算委員会は予算はもちろん、 様々な重要課題が審議される場でありまして、その放送に字幕を付与して伝えることは、NHK にとっても重要な課題だと認識しております。正確性ですとか、公平性などの課題、それに専門的なスキルを持った要因の確保といった課題をどうやったら克服して、字幕の付与が可能になるのか、検討を進めてまいりたいと思います。 石川博君ぜひ、あの数年来の課題でございますので、検討をさらに進めていただきたいと思いますし、また、委員長、与野党の理事の皆様、この点、ぜひご協力、ご理解、ご推進をいただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。え今日はあの大阪の,あの議員があ 複数あの登壇をしております私からも大阪関西万博についてあの取り上げさせていただきたいと思います先ほど松川先生が自民党の事務局長をやられているというふうにおっしゃられましたが私は公明党の万博推進本部の事務局長をさせていただいておりまして誘致の時から一貫して万博開催を後押しをしてまいりました命輝く未来社会のデザインこのテーマ設定は図らずも今のコロナ禍を予見していたかのようでございます 人類がコロナを乗り越え感染症対応を含めて命と健康の尊さを共有する絶好の場となりますまた現下のウクライナ情勢など国際情勢が混迷を極める中で国際社会の協調の重要性を訴える舞台ともなりますぜひ岸田総理にもこの万博の成功に向けて力強く取り組んでいただきたいというふうに思いますがご決意をいただけますでしょうか岸田内閣総理大臣 大阪・関西万博は、命輝く未来社会のデザインをテーマに、2800万人の来場を見込む大イベントです。全世界がコロナによるパンデミックから立ち上がろうとしている中、同万博のテーマである、誰もが命の続く限り、楽しく生き生きと生きることができる社会。 の実現はまさに時期を得た、テーマであると考えますますたウクライナ情勢など、世界が混迷を極めた後に、我が国がリーダーシップを発揮し、参加が見込まれる世界150カ国、25国際機関とともに、国際的に協調した姿を世界に示し、グローバルな課題に対応していく機会としていきたいと思います。 開幕まで残すところ3年強となり、今年は万博の展示内容の決定など、大阪・関西万博の準備を加速する正念場の1年であると認識をしています。本日、有告の国家戦略特区諮問会議において、大阪府大阪市スーパーシティ構想が審議されます。正式に決定されれば 万博の成功に向けて大きな弾みがつくものと考えています、えー、関係自治体や経済界と連携し政府一丸となってオールジャパンで取り組んでまいりたいと思います石川博多君力強いご答弁ありがとうございますまたスーパーシティ特区におきましては空飛ぶ車も含めたさまざまな規制緩和具体的に進めていきたいというふうに思いますので引き続きよろしくお願いしますしかしあと三年ではあるんですが残念ながらいまだ国内外の機運は あ全国的にはまだ低いと言わざるを得ない状況でございますえそこで昨年度から大阪関西地域を中心に学校現場で万博教育プログラムというものが開催されておりますけれどもまだまだ実施校の数が少ない状況でございますぜひこの取り組みを残り3年間全国的に規模を増やして展開していただきたいと思いますが若宮大臣いかがでございましょうか若宮健次国際博覧会担当大臣 医師委員におかれましては、あの承知のころからのいろいろさまざまなご尽力、またあの開催に向けての現在のまたご力添えありがとうございます。この場をお借りまして、感謝申し上げたいと思います。委員ご指摘の,あの教育プログラムでございますが、小学校および中学校の授業におきまして、万博とは何かを学び、そして世界や日本における SDGs の取り組みや、課題について考える取り組みを支援するプログラムであり、 博覧会協会が2020年から実施をしているところであります開始した当初は府内の小中学校14校で実施をしておりましたがその後関西地域全体に広がたり今年度は50校で実施をしているところでもございますあの全国の学校に政府といたしましても広げていくべく博覧会協会とともに教育 委員会等への働きかけを実施してまいりたいと思っておりますまたさらにこのよ日本全国に関心、興味関心を深めていただき1人でも多くのお子様たちに大阪関西万博に来ていただけるよう引き続き頑張ってまいりたいと思っております時間が来たので終わります今日はありがとうございました以上で石川博多君の質疑は終了いたしました 次に山崎新之助君の質疑を行います。山崎